こでね、決断できなかったら、本当にね、試合で、この次の球がボールだったら、どうしよう、エンドランしようかな、もう一人ランナー出されたら、ピッチャー変えようかな。ケティです。お疲れ様です。今日は1月11日ということで、縁起の日、カープラボスタートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日の動画はですね、ドンということで、こちら、全部でね、4回のシリーズに分けております、2023年の、カープの選手それぞれの、課題であるところとか、期待する部分というのを喋っていくシリーズの今日は第3回目ということで、キャッチャー、捕手と外野手編ということでね、また自分の思いを、いろいろペラペラと喋っていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、その他ですね、カープ情報であったりね、侍情報というのもちょくちょく入ってきておりますんで、そちらもね、チェックしながら、進めていきたいと思います。はい、というわけで、今ねこちらの動画開いてくれてる方はおそらくねカープのことが気になる方だと思いますんで、ぜひね一緒にカープを研究してカープのへのね愛を深めていきましょうということで、チャンネル登録していってください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで早速本題の方入っていきたいと思います。まずはじめですね、カープ情報、小園選手が自主トレを公開したということで、山田哲人選手と、自主トレをね共にしたということでね、まあ、これ何年か連続でやっているのかな。はい、で中学校かな、宝塚リトルというところのねクラブチームで、先輩後輩関係であった山田哲人選手とね、一緒に自主トレを行っているということでね、まあ、何かね掴んで帰ってきてほしいかなというふうに思います。でバッティングの方でいきますと、まあ、かつてね首位打者取った川端選手かな、もう一緒に参加しているということなので、まあ、こちらね同じ左バッターということでね、いろんなところを、ね、参考にしてきてほしいなというふうに思います。で山田哲人選手といえばね、やっぱりトリプルスリーをね達成した選手なので、やっぱり盗塁のところもね技術をなんか盗んできてこれたらいいかなというふうに思いますんで、小園選手ねぜひ頑張ってほしいなというふうに思います。はい、まあ、昨日ね、ニュース出ておりました、アンダーアーマーねパートナーシップ契約結んだということで、まあ、アンダーアーマーのねこの T シャツも輝いておりますけども、ぜひ頑張ってほしいなというふうに思います。グローブとかバットはどうなるんですかね。まあ、去年でいきますとウィルソンかな、グローブは。でバットは LS と書いてあったんでルイス・ビル・スラッガーだと思うんですけども、まあ、その辺もね全部アンダーアーマーに変わってくるのかなというふうに思います。ちょっと楽しみでありますけどね。はい、その辺も期待しております。頑張ってください、小園選手。はい、でもう一個のニュース、侍ジャパン追加メンバーをね、2人かな、ちょっとニュースによってね違うんですけども、まずヌートバー選手はね、こちらも内定ということで出ておりました。まあ、日系人がねこの WBC にね日本代表として出るというのは、まあ、今後のね WBC だったりねオリンピックを考えた時にね非常に、意味としてはね深いものになるのかなというふうに思いますし、まあ、当然ねメジャーリーガーとしてね、1年活躍頑張っていた選手ということで、まあ、選手力としてもね非常に大きいものだと思いますんで、まあ、おそらくね上位打線でセンターに入るのかなというふうに予想されますけども、これはねいいニュースだったと思います。でもう一人、先ほどのね小園選手と一緒に自主トレを行った、山田哲人選手も、内定というニュースが出ておりましたんで、まあ、ぜひね頑張っててほしいと思います。で前回選考で12名、発表されて今日で12人なんで14名ということで、まあ、あとね、半分16名ですかね残りあるんですけども、栗山監督これはね自分個人的にはね良くないなというふうに思います。やっぱりね盛り上がりにも欠けてしまいますし、やっぱ一気にねバンと全員発表した方がいいですし、なんか今日はね本当は全部発表したかったけどまだ決まらないというふうにおっしゃっていまして、まあやっぱりね世界で戦うとき、このね1試合で全てが決まるという戦いでね、もう1球1秒でね決断をしなきゃいけないという立場の監督の人が、まあここまで引っ張っちゃいかんかなと、決めようと思ってたけど決まらないというのはね良くないのかなというふうに思いますんで、選手のことを考えましてもね、やっぱりまあカープでいきますと西川選手とかね森浦投手なんかはね当落線上にある選手だと思いますんで、もう調整の仕方もね全然変わってくると思いますんで、まあ例えばね森浦投手でいきますと今年はね体重アップ、トレーニングして体重を、ね、増加したいというふうに喋っておりまして、まあ、仮に、ね、WBC に選ばれるとしたら、ちょっとそこよりはね、そこのトレーニングを優先するよりは、もう実践をね、どんどん実践をどんどん積んでいかないといけないというふうになってきますし、まあ、選ばれないなら選ばれないと、言ってもらえているんだったらね、そのトレーニング、体重増加といいますかね、ウエイトトレーニングに、重きを置く、期間をね、設けれるということで、これはね、選ばれない選手にとってはね、本当に、難しい調整となってしまいますんで、おそらくね、選ばれる人には裏では声かかってるとは思うんですけども、当落線上の選手にとってはね、非常にね、調整が難しくなると。まあ、でも呼ばれた時のために、
3月頭にね本当にバシッと投げれるぐらいの調整しておかなきゃいけないし、呼ばれなかったらでももうちょっと本当はねいろんな腰を据えてトレーニングしたかったしという風になってしまいますね。栗山監督これは良くないな。はい、まあ、世界で戦うためにもね、やっぱりもう監督としてねどっかで腹くくってもうこのメンバーで行くんだという風に決めるんだったら早めに決めてあげないといけないですし、ここでね決断できなかったら本当にね試合でこの次の球がボールだったらどうしようエンドランしようかな、もう一人ランナー出されたらピッチャー変えようかな、でも決断できないわみたいになってしまいますとね、いけないんでやっぱりでも決めるところは決める男なのでね、ぜひ頑張ってほしいなというふうに思います。栗山監督ぜひね早めに選手のためにも、お願いいたしますというわけで今日はですねこちらの2つのニュース取り上げてみました。はい、ということで、本題の方、いきたいと思います。今日はですねキャッチャーからいきたいと思います。出しますドンということで出しました。まず背番号22番中村翔成選手ですね、こちらはまあいろいろありました。はい、もう結果出すしかない立場にあると思いますんで、頑張ってほしいと思いますね。今年、まあ去年ですね、結構一軍での出場もあったんですけども、まあそこはですね、外野手として主に出ていまして、まあ一番なんかも打ったりね、してみたんですけども、まあ打率としてはね、2割届かずということでちょっと残念なところもあるんですけども、まあまたね、キャッチャー専念というような形になると思いますんで、頑張ってほしいと思います。まあ本当にね、結果出すしかない、年齢的にもね、ちょっと私生活もなんかありましたんで、もう結果出すしかないところまで来ておりますんでね、今年はもう、シャニムに頑張ってほしいと思います。まずはね、ファームで結果出して、なんとかね、一軍、上がれるように頑張ってほしいなというふうに思います。まあちょっとね、どこからかトレードの話とかね、出してあげたら活躍できるのにみたいな、意見も出てくるんですけども、この成績ではね、他球団も、興味示さないと思います。まあスキャンダルもあったのもありますし、この成績でね、ぜひ中村翔成選手をというふうにならないと思いますんで、まずはもうカープでね、しっかり成績出すしかないというふうに思います。で、上本選手がね、面倒見てくれてるということで、全員がね、見放したわけではないので、ぜひ頑張って今年はね、結果出してもらいましょうということで。はい、続きまして27番、相澤選手ですね、こちら今年は2割7厘、そして OPS5 割4分8厘で、坂倉選手のね、壁になってほしいなというふうに思います。まあ、おそらくね、新井監督の話聞いてましても、メインはね、坂倉選手になると、多少我慢してでも坂倉選手をメインで使っていくというような雰囲気が伺えておりますけども、やっぱりねそこで我慢我慢と言いましてもね、何でもかんでも我慢してちゃうね坂倉選手のためになりませんので、その時にやっぱり相澤選手の方がいいわと思われるぐらいのね存在になっておいてほしいなということで、まあ希望と言いますか期待とするところは坂倉選手の壁になってほしいなというふうに思います。はい、続きまして31番坂倉翔吾選手ですね、こちらはもう保守専念ということで、まあ失策のところがね14と書かれておりますけどもね、ここはほとんどサードでのエラーだと思いますんで、まあここはね一旦、忘れましょう。はい、で先発マスク、120試合以上ということで、まあお休みになるのはこれで、24試合ぐらいになるのかな、はい、だと思いますんで、まあ120試合以上出て、規定打席到達して3割超えて、キャッチャーとしてベストナイン取るというところまでね見据えて頑張ってほしいなというふうに思います。でキャッチャーとしてのね課題はまだまだいっぱいあると思いますけども、まあ、石原コーチも、頑張って教えてくれるというふうになりますんで、ぜひねもうキャッチャーとして独り立ち、してってほしいなというふうに思います。まあ前半ねいろいろ坂倉選手でひょっとしたら負けると、いったゲームも出るかもしれませんけども、そこはね我々ファンも、温かい目で見て、1年かけて坂倉選手を一人前のキャッチャーに、まあ、1年じゃ済まないかもしれませんね、キャッチャーというポジションは。なので長い目で見て、バッティングだけね頑張ってほしいなというふうに思います。ちょっとね、連動してしまうところもあるかもしれないんですけど、難しいかもしれないですけども、ぜひ頑張ってほしいなというふうに思います。で、まあ、3割打ってねキャッチャーで120試合マスクかぶれば間違いなくねベストナイン、取れると思いますんで、今の、セリーグのキャッチャーだったら、はい、ぜひそこも目指して頑張ってください。はい、次32番、石原選手ですね、こちらもですね、保守ではもう中堅ということに、位置づけになってきますね。相澤さんがやっぱね、一個ベテランというところにあるんですけども、その次に磯村さんがいて、もうその次ですからね、石原さん。はい、まあ、入団自体はね、全然若いんですけども、年齢的にもね、若い若いと思っていましたけども、単純に年齢だけ見るともう上から3番目ということになりますんでね、若いからまだまだここから伸びていけばいいというふうに思っていたら、もういつの間にかね、年寄り組に入ってしまいますんで、ぜひ頑張ってほしいなというふうに思います。で、入団1年目かな、笹岡さんがね、結構重宝して使っているイメージあったんですけども、逆に、去年2年目ですね、ここは一気に干されたかっていうぐらいね、使われてなかったと。キャンプかオープン戦でちょっとタイマンプレーかなんかいけないプレーしてね、ちょっと笹岡監督の激励に触れてしまったというところもあって、ちょっとね去年は残念なシーズンになってしまったんですけども、まあ監督も変わったんでね、心機一転頑張っててほしいなというふうに思います。はい、続きまして40番磯村選手ですね、こちらバックアップ捕手としては本当にね
ね、もう20丸30丸と、いったところでね、活躍してくれているんですけども、やっぱりね本人もレギュラー目指して頑張っていくというふうに思いますんで、まあそうなりますともう一皮もう二皮向けないとね、難しいと思いますんで、ただねやっぱバックアップ保守としてはね本当に貴重な存在だと思いますんで、このままね、レギュラーを目指しつつ、ベンチもねしっかりフォローしていってほしいなというふうに思います。特にね外国人の選手とかのね、フォローとかなんかうまいみたいなんで、ぜひ頑張ってほしいなというふうに思います。はい、続きまして3人まとめて、持ち丸選手、そしてルーキーの清水選手、それから高木選手といったところでね、3人若いキャッチャーいますね。もうこれはですね、まあ、清水選手をね今年取ったのも、キャッチャーこんだけ飽和してるのに意外だなというふうには思ったんですけども、まあ、若い3人でね、どんどん切磋琢磨して頑張ってほしいなというふうに思いますけども、まあ、この3人ですね、まあ、坂倉選手の次、レギュラー狙うというようなね甘い考えで言いますと、坂倉選手もねまだまだ十分若いんで、坂倉選手からレギュラー奪い取るぐらいの意気込みで頑張らないと、まあね選手として花咲くことはないというふうに思いますんで、坂倉選手の次を狙うではなくて、もう坂倉選手を、ね、抜かすという意気込みで頑張っていってほしいというふうに思います。はい、ということでキャッチャーですね、以上というふうになります。まあ当然ね坂倉選手が中心となって、今年は回っていくと思うんですけども、まあそれをね黙って、見てちゃいけないよというような具合になっておりますので、皆さんぜひね、頑張ってほしいなというふうに思います。はい、続きまして外野手の方行きたいと思います。今年から背番号変わりました5番西川龍馬選手、もう何はともあれね、シーズン通してフル出場してほしいなというふうに思います。もう成績の方は申し分ないですし、もうちょっとね盗塁とか走れるところもね見たいなというふうには思うんですけども、まあね3割打てますし、ホームランも1シーズン通せば20本ぐらいはね打てるというふうに思いますんで、まずは1シーズンフルで、戦ってほしいなというふうに思います。で去年に関して言いますと、守備はですね一昨年ぐらいまでねちょっと怠慢なところもあったんですけども、去年に関してはね非常に献身的に頑張っていた、印象を持っておりますんで、まあ今年もねそれも引き続き、継続してほしいなというふうに思います。まあセンターにね秋山選手いますんでね、あんまり気の抜いたプレーしてると怒られてしまいますんで、そういった意味でも秋山選手の効果はあるかなというふうに思います。はい、そしてその秋山選手ですね、まあここ野間選手とまとめていかさせていただきますと、まあ2人ともですね、3割そして2桁盗塁2桁本塁だというところをね目指して頑張ってほしいなというふうに思います。まあ秋山選手はねかつては全然、そのぐらいの成績残していたんですけども、まあ去年はねちょっと調整難しいところもあって、2割6分5厘ということになってしまいましたけども、まあ3割打つ力全然あると思いますし、なんとかね、年齢も重ねてきましたけども2桁盗塁2桁本塁だといったところもね達成してほしいと思います。でまあ打順がですねここで2人ねどこに入るか分かんないです。野間選手1番で秋山選手3番というのがまあ去年のスタイルにはなると思うんですけども、まあ、ワンチャンねどちらか2番入るかもしれませんし、秋山さんがね1番入るかもしれないんで、この2桁本塁打の割合ですね、2桁盗塁と、もし秋山選手1番に入るようだったら20盗塁10本塁打とかね、で3番に入るようになったら10盗塁20本塁打といった感じでね、まあ、打順によって分かれてくるとは思うんですけども、ぜひね2桁本塁打と2桁盗塁というのは達成してほしいなというふうに思います。野間選手も同様ですね、去年ねなんかバッティングつかみかけた雰囲気はありましたんで、まあ年が変わってもリセットされることなく、継続してください。よろしくお願いいたします。はい、続きまして38番宇草選手ですね、こちら秋山選手と一緒にね自主トレの方を行っておりまして、いろいろなものを盗んでいくというふうに意気込んでおりますけども、やっぱりまずは守備ですね。守備が安定しないことにはね、バッティングでの先発としてのねチャンスは少なくなってくると思います。で走力でいきますとねもう申し分ないものありますんで、早球と守備、はい、ここをねまずは課題として頑張ってほしいなというふうに思います。でバッティングの方はね、まあ、皆さんから言われているようにかかと体重になってしまうところがね良くないんですけども、いいねバッティングする時もありますんで、力としてはあると思います。でもやっぱり守備がねないとスタメンでねなかなか出れないと思いますので、ぜひ頑張ってください。はい、続きまして50番中村健人選手ですね、こちらも本当にバランスの取れた、足も速い、守備も上手い、肩も強い、バッティングもねそこそこ打つ、ホームランも出るということでね、本当にバランスの取れた選手で、まあ、かつてのね長野選手のようにねなってほしいかなというふうに自分は思っているんですけども、まあ、まだねやっぱりプロの投げた、外に逃げていく変化球といったところの対応がねうまくできていない、印象がありますんで、まあ、まずはね速いストレートにしっかり対応する力をつけて、それでいて、変化球にもねしっかり対応できるようになってくる
れば、本当にねライトレギュラー取れるかなというふうに思いますんで、頑張ってください。はい、続きまして52番末金選手、こちらもね、同様に去年の、新人なんですけども、まあ打率だけ見ますとね2割9分9厘ありますんで、いい数字ではあるんですけどもね、なかなか後半ねチャンスもらえないということでかわいそうだったんですけども、まあ印象としてね、落ちる変化球への対応がねちょっと悪すぎる、簡単にね、3つ同じ球空振りして三振みたいなこともありましたんで、まあそういった意味でねやっぱり打率2割9分9厘ありましても、使いにくい選手だったのかなというふうに思います。ただ一方ですね、宇草選手とかに比べますと守備がね、しっかり意外とできるということで、巨体の割にね、守備もしっかりしているということなので、まあチャンスはあるというふうに思いますんで、しっかりね一軍の投手の変化球にも慣れて、もう飛ばす力はね本当に一級品だと思いますんで期待しております。はい、ぜひね今年はその変化球に対する対応を磨いてレギュラー掴んでください、お願いします。はい、続きまして55番松山選手ですね、こちら先日自主練の時かな、オフのインタビューかなのところでもう一回レギュラーを目指すというような発言がありましたんで、まあもうこれね宇草選手同様にまず守備ができないと先発でね出ることっていうのはね厳しいというふうに思いますんで、レギュラーを目指すんだったら守備が大事になってくるかなというふうに思います。ただですね、やっぱり松山選手の役割としてはね代打の切り札として出てほしいと思う人が多いんで、まあ、ここでね、じゃあレギュラー目指すから守備頑張るんだって言って守備の練習ばっかりしてねバッティングがおろそかになってしまいます。本当にね、総崩れと言いますか共倒れと言いますかね、なってしまいますんで、もうここはね割り切ってもう代打で食っていくんだというところでねバッティングに磨きをかけていってほしいかなと。でまあ年齢もね重ねていくとまっすぐついていけなくなる選手も多い中で、まあまだね松山選手まっすぐにも対応できますし、変化球もね懐の深い、バッティングでね対応することができておりますんで、そこのね精度を落とさない、もしくは向上するようなね練習をしていってほしいなというふうに個人的には思います。まあ、本人がねレギュラー目指すと言っておりますんで、まあ、目指す分にはいいと思うんですけども、目指した上で、代打に行くっていうのは本当の筋だとは思うんですけども、やっぱりね年齢的なことを考えますと、今からね守備を磨くっていうのは難しいというふうに思いますんで、松山選手、自分のね長所をもっと伸ばしていってください。はい、次ここでね、1点若手に、ルーキーに、ね、切り替わりまして、56番久保選手ですね、こちらドラフト7位で入っているんですけども、個人的にはね非常に期待している選手、もう7位からね掘り出し物となってほしいなというふうに思います。もうワンチャンね、まあ、大卒なんで、1年目からね1軍経験してほしいかなというふうに思うんですけども、まあ他の選手とのね年齢比べていきますと、中村選手、大森選手、宇草選手あたりもねもう20中盤かな、後半に入ってくる、年齢になってくる中で、久保選手というのが大卒でこれ1年目22、23になるぐらいなんでね、結構ね年齢が空くんですよね。で最後出てくる田村選手は高卒2年目なんで、この人がズバ抜けて若い中で、その上がねもう25、6というふうになりますんで、その間がね間の世代がいないということで、久保選手がねそこにスポットはまりますんで、ぜひね期待したいなというふうに思います。まあ、秋山選手とかね、松山選手等がね、抜けたぐらいになりましたらね、この辺の久保選手あたりがね、主力となってほしい、年齢的にはねありますんで、ぜひねもうレギュラー奪う、もう意気込みで頑張っていってほしいなというふうに思います。ちょっとね自分の中でちょっとダークホース7位からあるんじゃないかなというふうに思っておりますんで、注目していきたいというふうに思います。はい、続きまして59番大森選手、まあ、その中でねまだ若手のうちに入れていいのかな、25、6歳、はい、頑張ってほしいなというふうに思います。でこちらの選手はですねもう守備は本当に申し分ないかな、一番僕の中ではねいけてるんじゃないかな、肩の強さ含めてね、で走力もあるということで期待しているんですけども、まあこちらの選手もね、やっぱり落ちる球にくるくる回ってしまうということで、まあ何が原因かというとね、まあ、やっぱりまっすぐに対応できてないので、ポイントを前にしなきゃいけないというふうにして落ちる球をねくるんくるん回ってしまうということになってしまいますんで、まあ、まずはね、早いまっすぐに対応できるようにして、そこから変化球の対応というのを身につけてほしいなというふうに思います。で守備走塁に関してはねもう申し分ないというふうに思いますんで、今年も期待しております。はい、最後、60番田村選手ですね、こちらもね大きいのを打てる左のね、若い選手ということで、まあ、愛知県のね愛工大名電、出身の選手なので、非常に注目して見ております。まあ今年ね、どうにかなってくれというところまでね焦ってはいないんですけども、まあ次世代ね明日出てきます二俣選手とかね林選手とか含めて、そして内田選手ですね含めて、クリーンナップをね打てる力あると思いますんで、ぜひね、まあ、来年再来年芽が出るように今年はね2軍でしっかり、結果出してほしいなと。まあ、坂倉選手がね、1軍でね、活躍する前2軍でねもうしっかり結果出しておりましたんで、まずは下でしっかり結果を出すということでね今年は専念してほしいなというふうに思います。田村選手も期待しております。頑張ってください。
はい、というわけで本日はですね、小園選手の自主トレ、そして WBC、 あとはね、今日はキャッチャーと外野手の、2023年の課題と希望といったところを喋っていきました。はい、今日もですね18分喋、り続けておりますんで、もう早めにねエンディングが終わりたいと思います。はい、ということで最後改めて言いますけども、栗山監督しっかりね決断は早く、正しく、確実に行ってくださいと、期待を込めましてやっちゃろうや。はい、おやすみなさい、失礼します。